こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は三島古木の花です。出典は海安国語です。これは旧家観覧の雪、三島古木の花と追句になっています。旧家とは夏の90日間3ヶ月のことです。三島とは冬の3ヶ月間のことです。真夏に観覧、つまり凍てついた岩の上に雪が降り、真冬に枯れ木に花が咲くという、これも前後ならではの反対反語的な表現です。もちろんこれはそれがあり得るかどうかという話ではなく、常識非常識、分別無分別、可能不可能といった二元対立の世界を超えた禅の境地を示したものです。それでは今から三島古木の花を描いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。